あ、やった、いつもハートです、ハートです、ハート、はもういつもすいませんです。なみょーれんげきょう、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 えぇーってことでね、これ最後はね、ゴンギョー枠でございますね。アイテムをね、書き上げてもいただけた方はね、来年もね、どうぞ、今年も、良いお年をお迎えください。ね。無課金中たちはね、来年も苦しめばいいんだよ。うん、来年も不幸になってしまえ、無課金中だもん。いや、翔太さんいらっしゃい。家賃どうしたの？家賃。家賃払えてないよ、まだ。まだ家賃払ってないよ。うん、家賃とドコモと電気代まだ払ってないよ。やること多すぎてしんどいわ、もうしんどい、疲れたわマジで。まあね、言うて錬金中だから、うん、言うて錬金中だからね、うん、初詣別にわざわざ初詣行かなくても、ね、警備で行くから。ね。仕事行ったらそれが初詣みたいなもんだから。やばない。協定するお金ないのよ。誰か直振りしてよ。JNB 直振りしてよ、誰か。お金ないのよ。ね、あ、JNB じゃない、楽天銀行に入れてくれなあかん。楽天銀行に誰か、あ、そうそう、ツイッターでも言ったけど、ツイッター検証って当たんねんな、俺知らんかってんけど。ね、ツイッター検証って当たるの知ってた？今日ポエミ並び100人もおんの。なんかポエミすればツイッター来てたけど、なんでポエミそんな並んでんの？どうしたんポエミ。ポエミそんなに大人気？な、俺のおかげやろ。俺のおかげ、俺のツイッターのおかげやろ。ポエミが大人気なの、俺のツイッターのおかげちゃうか。すごくない？え、あのね、ちょっと待って、どうやったかな。株式会社三井住友銀行のキャンペーン運営事務局です。フォローリツイートキャンペーンにご応募ありがとうございいただき、誠にありがとうございました。ね。ご当選されました、おめでとうございますやで。やばない？ツイッターのね。いやいや、詐欺じゃねえよ。ちゃんとね、5000円分の天岐阜がね、追加されたから。いや、詐欺じゃねえわ。なんで詐欺なんだよ。なんで詐欺でわざわざ5000円分の天岐阜は追加されるんだよ。5000円分の天岐阜。いや、もうこれ。コード見てももっと俺登録したから使えないから。うん、君たち甘いな。やばない？ちゃんと水戸助からちゃんと来たから。ツイッターフォロー、リツイートキャンペーンで当たるもんやな、こういうのな。やっとくべきやで、これ。ただやから。ツイートとかね、そういうのやっとくべきよ、マジで。うん、ちなみに、ポエミは？ポエミ。こういう意味めっちゃあるな。あれ、今日ポエミなんかツイートされとったけどな、どっか行ってもだな。まあいいや、わからん。わからん。なんか、ポエミ大人気。
その人の名前は NG やから読まへんで。その人の名前は NG やから、その人絡んだらややこしいから、ほんまに。もうめんどくさいだけやから。犯罪巻き込まれるかいらんねん、マジで。そういうのいらんねん。うん。正当派、清純、純粋配信者はね、そういうね、犯罪者とは一切絡みませんから。反社の方、ね、犯罪者の方、ね、そういう方とは一切絡みませんからね。やめてくださいね、そういうの。そういうのやめてくださいね、マジで。一切絡みませんから。ね。だから、その人の配信とかね、タヌキとかも一切見ないから。ね。そんなもん、ふわっちばになって、ね。ツイキャスでね、コメント流れへんからって、ね。朝から LINE ライブやるような人のね、配信とかね、そういうの一切見ないから、俺。情報収集とかもしないから。ね。で、その後、挙句の果てにね、朝11時ぐらいになって、ね。キャスに戻ってきてね、いびき配信とか、そんなことするね。前歴持ちの人とは、ね、一切かかりませんから。一切。一切かかったらあざいです。前科ないもん。俺前科ないもん。ね。そういうことですよ。そんな、絡んだって何の得にもならないんだから。うん。巻き込み事故に遭うだけやで。見ねえわ。ラインライブなんか見ねえわ。10代のお姉ちゃんしかおれへん中に30代で突進していくようなおばはんの LINE ライブ、誰がわざわざ金払うてまで見んの、バカなの。まだ自分が何かやったら金稼げると思ってるとこはすごいよね。ホストの初回行ってちょっと1万なんぼつこたかつこてへんか知らんけどな、そいつに光におごらしたんかどうか知らんけどな、それでなんか何営業の言葉をマジに受けて弁当作って持ってってね、2回目やから有料で、しかも弁当なんか持ってきて相手にもされず、忙しい、くっそ忙しい年末の時間帯にで不機嫌になって帰ってきてね、開きなって私キャスやるわみたいな、ね、そんな人の配信わざわざ朝から見ないから。こっち仕事で疲れてんだよ、夜勤明けでね。そんなもの見て何の、疲れるだけやろ。俺は癒しが欲しいのね。疲れて帰ってきて、なんでそんな配信朝から見ないといけないの、バカなの、マジで、ね。朝から朝飯食いながらビールの首首首って飲んでね、健全に嫁とイチャイチャしながらね、お仕事してる、うん。誰がバカこいや。仕事しとった言うとるやろ。朝、夜勤明けて帰ってきて、ね。まあ一般的な人でいう晩酌をして、一眠りして、ね、一睡してから、ね、今ちょっとお腹痛くてうんこ行って、起きてうんこ行って、のこの枠やで。健全やで、言うとけ。他のね、キティ外配信者と一緒にしないで。キティ外配信者と、ね。雑談系純粋清純配信者なんだから、俺。ね、俺のこのトロピカルトークだけで持っとんねん、これ。何のネタもないのに、ね、この俺のトロピカルトークだけで持っとんねん、これ。見た目でとか出落ちとか全く一切ないやろ。毎回毎回な。トークだけでもするから。毎回毎回や。トーク力だけでな。うん、相手もとんのんでやる。やばな。相手もとんねん。無料枠ちゃうからな。枠開けるだけでな、10円ぐらいもらえねん。言うときますけど。だから仕事中に枠開けたら時給1010円。うん、夜勤になったら1260円。やばな。10円アップするんですよ。目が離せないっすよ。ナイスってなんかあれできるらしいな、不正できるらしいな。ツイッターアカウントでナイスをして、で大会してもう一回ツイッターアカウントでさ、アカウント作ってナイスをしてってやったら3回前ナイスをするらしいな。で別枠開けといたらなんかそれでなんか6個できたりとか、でそれまた何ログアウト大会してもう一回入ったらなんかどんどんできるらしいで、無限にない操作らしいで、知ってた、あないさだしな。お前らもそれぐらいせえよな。俺のリスナーども、全員な10ナイススーツを押したらな、いや100ナイススーツを押したら10人でも1000ナイスいくやろ。消すなよナイスは、よナイス消すなよ、やろうよナイス、白いナイスよ。アイテムも投げない、ナイスも押さない、君たち何しに来んの。そう、ナイスがナイス、ニニニナイス、何しに来てんの君ら。俺ボランティアちゃうでんぞ、あの人消すなっちゅうのだから、いちいち何やさっきから1010ってデジタル信号か。俺のナイスはデジタル信号か。1010101010
2進数か16進数ちゃうのか、あ、10進数じゃないのか、ナイスも2桁いかないわ、どちらも2桁いかないけど、2桁いかないってどういうこと、3桁の人が2桁いかないなんて話は別やけどね、ナイスが欲しいって、そんな安っぽいね、安っぽいな、音入った、なんで音切れんのこいつ、なんなんこいつ、なんなん、あ、このマイクがおかしいな、多分このマイクやろ、またすんの、またもうナイスお願いします、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 なんか休んだよ、そんな安っぽい土下座いらんやろ、何回も何回も簡単にするような土下座、そんなナイスいらんねん。ああ、疲れた。どうせゼロナイスやし。どうせ一ナイスやし。もう寝ていい？もう一枠やったから寝ていいか？もう寝たないで。もうないで。もうないで。お前が、お前が、お前が、アラブな、石油は、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソンマ・セイシ、アーズメーズ！何に対して？人間バーガー。何に対して？タイガーマスク、タイガーマスク、タイガーマスク。何に対して？風船するまで天敵！にゃ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 いすー！にゃいすー！にゃいすー！アホやで。悪いけど、こんなクソ枠でね、こんなクソカス枠でもね、あの、誰かさんと違って米は飛んでるしね、残念ながら、ポイントいただけてるからね、俺これで。これでもポイントいただけてるからね、残念ながら。あの、どっか誰かさんはね、百何十人が見てても、ね、コメントは流れない、アイテムはもらえない、時期地獄の配信、しかも今、バンなんでしょ。バンってお前よ。バンってお前。で、俺なんかこんだけしか見てないのに、な、あの、アイテム、お金をもらえて、しかもコメント流れてんで。なあ、こんなクソカス枠でさえもね、コメント流れるで、普通。やばない?200人近くが見ててよ。ねえ、シボー、シボーってタバコ吸って、スパー、スパー、チネリ、チネリ、チネリ、チラ、チラ、チラ、チネリ、チネリ、チネリ。こうたんね、アイテムが欲しいの、チネリ、チネリ、チネリ。うん、育てる。年下の可愛い子を見つけた。縁、これも縁よね。育てる。つって弁当作って。
47歳の夜だから、土底辺警備員 YouTuber の個人だから、ただただただ冷たい目で見ないで。ねえ。こんだけしか見てへんのにコメント流れるし、アイテムもらえるで。これ普通やろ、これ。これでもレベル低い方やで。これでも。ね。それでも、200人見てて、200人見ててよ。ノーアイテムどころか、コメントも、なんかもういつも来るわけのわからんね。なんちゃら G みたいなね。うん。今日も可愛いね。しかもアイテム飛べへん。うん。ね。そんな枠に比べたら俺平和やろ。いちごさんいらっしゃい。うん。誰が頭いっちゃってね、いてねえわ。ね、平和やで。枠開けてな。ちょろっとやったらな、10分もせんうちにお金もらえんねんで、普通。ね、200人に監視されて、タバコシュパー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 、スパースパーって何にもコメント流れへんで、チネキチネキチネキチラチラ。年下の若い男の子。でももっと育てないと。真面目すぎる。文章が硬い。もっと遊ばせてあげて、もっと飲ませてあげて、もっとたくさんの世間を見せてあげて、ちねり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 。うふふふふ言いながら。ね。次の日には、弁当を持ってって、ね、うっとしそうな顔されて、ね、そら、あのね、シャンパンタワーを作ってあげたとかならまだしもね、そんな手作り弁当なんか望んでねえから、ホスト君が。ね、ホスト君が望んでんのは、ね、指名とシャンパンタワーだけだから。せめてボトル下ろせよっち話よ。簡単な話、金使えっつっとんだよ、ホストはよ。ね、お前らのね、そんなね、手作り弁当とか誰一人として望んでないから、ホスト君は。そんないらないから。むしろ気持ち悪いからやめて、お腹壊すし。頭おかしいのか、あいつだって。ね、売れない風俗場以下の思考回路やで、あれ。ね、初回、行った初回で、いきなり、あの年下の可愛い男の子見つけた。もっと楽しいことしてあげて、お洋服買ってあげないと。もっとお酒飲ましてあげないと。もっと遊ばせてあげないと。文章が硬い。アホですか？君たちで言うね、キャバ嬢の営業メール真に受けてわざわざ次の日行ったようなもんやで。ね、あ、キャバ嬢が俺に会いたがって寂しがってるから行ってあげないとみたいな。ね、ね、そんな意見それわざわざ信じる？ね、ね、南のナンバーワンホスト、俺元南のナンバーワンホストやかな。お前ホストと一緒にしないといけない。そんな低レベルのやつと一緒にしないとってくれる。もっと上だから。ね、ね。しかもそれを言うのほざいてるやつが私な元ナンバーワンキャバ嬢って頭湧いとんなマジでキャバで働いたこともないんすかみたいな。え、ぐぬってんすか、ぐぬってんすか、ね、ぐぬってんすかえ、ぐぬってんすか、え、ぐぬってんすか、ぐぬってんすか、ね、やばないマジでホスト初回行ってね、もうその気になってんで。どんな簡単やねん。ね。アホでしょ。そんなもんね、パチンコ屋のグランドオープンでね、たまたまかかったからって、年間や年中毎日通ってるようなもんよ。アホ満開、そんなもん。ようそれで生きてこれたやん、32年間も。生き恥やな、マジで。ヨモさん超えてもてるやん。ね。南極のナンバーワン、あ、南じゃなくて、南すぎんねん。もっと南なんやな。うん。誰もおれへんからな、そこ。うん。一人おったら、もうそいつがナンバーワンなんてまうからな。やばない、マジで。あれでキャバ嬢やってましたって、どの口で言うてんねんやろな。お、びっくりしてんけど、マジで。でも、何、わけのわからん、カッサカサ配信者、ねえ、俺よりフォロワー少なくて、俺より閲覧少なくて、ねえ、俺より、
何飛ばないやつとコラボしてね、あのホスト行って初回行って帰ってきた次の日の朝昼ぐらいのね、あの嬉しそうな顔したキャス、もう私なんか彼氏できましてん、私モテモテですねんみたいな、私余裕があるお嬢様だからホスト育てますねん言うてね、いきなりその日の晩にはもう不機嫌そうにぶっちゃけ、人の縁なんて短いわ。バカ満開やな、ほんま。なあ。じゃ、ほんまアホやな。ほんまもやな。そんだけのチャンスがありながらよ。ね、沼とコラボして、ホストまで行ってね、そいつのホスト君とどうせ営業ラインかなんか来てるんでしょ。ね。で、その日も、その晩もとつってて、こんだけのチャンスがありながら、ね、1円にもならなかったっていう。金使っただけっていう。年末のね、貴重な時間を消化して、金使っただけで終わったっていう。ね、それが配信者ですか？リスナー以下じゃん。ね、リスナー以下じゃん。ね、養分以下じゃん。マジで。え？親はハイムの3階住んでるね、あの、反社ですよ。ね。ね。あんた保険証も取ってきたんか？言うて。ね。マイナンバーカード作ってん、私！言うて。もう言うてること意味分かれへん。ほんまもんなアホなんよな。いろいろな意味でアホなんよな、ほんま。でもあんだけアホやったら生きてて幸せや思うわ。なんもかんもが新鮮やろ。32になってね、新しいことしかないのよ、世の中に。32歳になってね、こんなこともあんの、あんなこともあんのって、ね、日々が愛の塊やで。ね。ね。日々が愛の塊や。あ、ごめん。あの意味わからんこと言ってない。日々がもう毎日が発見やで。全てが発見や、ね。楽しいでしゃあないな、生きてて。うん。サラダ油って火つけても燃えへんねや、みたいな。ね。死ねや、言いながら、ね。実際 YouTube 動画に曲げられるわ。で、そのね、サラダ油をかけた、あの人形を、あの、うさぎのぬいぐるみにサラダ油をかけて火つけてる動画を見て、ね、そこのコメントが、あ、危ないよ、燃えちゃうよ、アホしかおれへん。あ、やっぱアホな配信者にはアホなリスナーしかつけへんけど、よくわかるね。アホコメントすぎて、それが、燃えるわけないやろ。いや、少なくとももうちょっとあのかける量少なくしたら燃えとったで、あれ。ね。サラダオイル山ほどかけて逆に燃えへんようにしてそれに一生懸命火つけたっていう。アホ満開やな。マジで。すごいよね。300人ぐらい見てんねんね、しかも未だに。水間しか何か知らんけど、2、300人がずーっと感心してんのに、ね、全くコメント流れへん。やばない。アイテム飛べへんとかじゃないで、風船とかメガホンとかじゃなくて、どっかの誰かさんみたいにメガホン、人参、風船とかね、それもどうかと思うけど、ね、コメントも流れへんで。ライブライン、ラインライブなんかコメントしに行くのに、ラインライブって見方知らんもん。ラインライブって何？メガホン出す。うん、ね、どっかの誰かさんみたいにこんなメガホンしか飛べへん人もどうかと思うけど、ね、このメガホンすらないねんで。ね、俺メガホンランキングやったら多分1位やで。ね、俺メガホンランキングやったら多分1位やで。ね、フワッチの運営さんちょっとメガホンランキングとかやれへん。ね、メガホンイベントやれへん。メガホンあのたくさんもらった人ちょっとあのお金くれとは言わんから、ちょっとよいしょしよう。メガホンもたくさん集めてる人。ね、俺メガホンランキングやったら多分上位陣で入ってると思うわ。うんね、うちの貧乏ケチケチね、土底編リスナーたちはね、引きこもりくんたちばっかり、引きこもりに、童貞ニートくんばっかりだから、無職だから、ね、中卒だからね。メガホン集めんな、プロやけど、な、メガホンしか集められへんねん、運営ちゃん。こんな奴らもおんねんって。でも、それも数字みたいなもんやから。メガホンです。ね。見てん。メガホンだけで6個飛んでんで。やばない、ね、ほら、メガホン7個目やで、運営ちゃん。ね。俺メガホン集めさせたら多分フワッチ1やで。ね。この閲覧でこんだけメガホン飛ぶねんで。ね。こんだけコメント、この閲覧でこんだけコメントを流れてこんだけメガホン飛ぶねんで、運営ちゃん。ね。俺めっちゃ貢献してると思うけどな。うん。めっちゃ貢献してると思うで。うん。どっかの誰かさんみたいにどうでもええね。あの、かそかそのね。あの、閲覧。
雑談たぬき向こう43万あんなやつな。すげえな。配信連でもそんだけ監視してんねや。常監視してんねやろ。やばいよな。多分みんなキャスもつけっぱなしなんやろな。だから配信始まったら急に声ボソボソって聞こえてたから、来たー来たーみたいな、始まったーみたいなコメント流れてんだよ、どうせ。すごいよな、ある意味。もう完全に、アンチを増産して、アンチがストーカーになって、それが閲覧になって、なんかその数が私は人気者やって勘違いしてんねんな、あれ。いや、その人らが全員花火投げてくれるすげえ不得囲いさんたちだったら、それでいいかもしんないけど、ね。全くっていうか、まあまあ、そもそもバンやし。ふわっちバンで、ね。キャスは収益規制でしょ。ね。なんもやる意味ないやん。ね。で、挙句の果てに LINE ライブって何？ね、ほんで、他の仮想主に移ってって、そいつも規制に仕上げんねやろ。すげえパワー持ってるよね。すげえパワーを持ってるよね。もう絶対俺に近寄ってこないで、マジで。ね。お金を返してくれるのは別に受け取るけど、絶対示談せえへんし。うん。警察から聞かれたら、俺すべてそのままありのまま話すだけやから。うん。ほんで、被害届出しますかって言われたら出すし、ね。取り下げてくださいでも取り下げへんし、示談しますかってしません？それだけのことよ。それだけのことですよ。やばない？マジで。すごいやな。人の人生ってすごいよね。2年間でそんなに変われるのよね。上層警察っていうところに電話してあげたらいいの。ね。上層警察っていうところに電話してあげたらいいの。岡本さんの件で、僕は窃盗の被害に遭ってるんですけどって、なんか被害届出した方がいいんすかみたいな。ね。僕はその被害者なんですけど、協力した方がいいっすかみたいな。だから誰かが通報してくれて、で、警察から事情聴取来たら、別に事情聴取で答えてあげるよ。俺被害者だから別に。加害者とかやったら嫌やけど、俺被害者、完全に被害者やから、いくらやっても事情はお話ししてあげますよ。うん。ありのまま。ありのーままのーお話しするだけですわよー。それで今日も夜勤です。今日も年内もずっと夜勤。うん。年内ずっとお仕事。君たちと違った場合年内ずっとお仕事。どうせ君らあるでしょ。ね、中卒無職の童貞引っ込みにいとくんだろ。お出かけしないよ、もう。今日夜勤だもん。もうしんどい。うん。もう何時間後にはもう出勤せなあかん。どうせお出かけ出勤するやん。どうせ出勤するやん。いや、加害者じゃない。別にオーストラリアは加害者ではないから、俺も被害者の一部だから、どっちも被害者だから。うん。年初からずっと仕事納め。仕事始まることないもんな。羨ましいな、君だな。年がら年中やろ。ええよな。もう何年も年がら年中ずーっと家おるだけで、ね、人の配信見て上から目線で偉そうに、ああでもない、こうでもない言うてんねやろ、お前ら。お前ら配信しろよ、もう。お前、君らが配信したら一番いいと思うよ、マジで。暇なんだから。ね。で、君らどうせおかしいんだから、ね。配信者に向いてるよ、マジで。俺なんて一般人だからね。普通だから、見てても面白くないでしょ、普通すぎて。うん。お前が、配信者に向いてる、石油王、Windows、ビリゲット、ソフトバンク、石信号、あーざまーす。怒られてよ、ほんま、石信に。勝手に名前使ったあげて。もうしゃあないな。もうそんだけ、沼出してんねんからな。それで飯食うてんねんから。出されてありがとうって思ってもらわんと。その分、そっちから何やったら相手もちょっとくらい。マジでやばいな。俺もずっとインフルみたいに風邪ひいてるけど、自力で治りそうやで。自力で治る。昨日まで、今朝まで治りかけとったけど、また風呂入って寝たら、またちょっと咳出てらしたし。うん。やっぱインフルかな、これ。しんどいねんけど。もう17日からずっとしんどい。もう2週間ぐらいもずっとしんどいねんけど。熱っぽくて。確実インフルやな、これ。自力で直したけど、ここまで。というわけでね、ありがとうございました。じゃあ今日夜勤行くから、楽しみに待ってて。ね。もうね、ワックスしねえわ、もうネタもないし。もう寝るで、ね。ありがとうございました。ワックスしてほしかったら10秒以内に花火ください。
10秒以内に花火が上がったら次は変わるよ。なかったらもうないよ。花火言うてるよ。メガホンじゃねえわ。ありがとうございました。じゃあね、わーわー言うとりますが、お時間でーす。さよなら。ありがとうございました。